はい、レオンチャンネルです。魂ストアで超合金50周年という新たなイベントが始まりましたので見てきましたから、店内の雰囲気どうぞ。てか超合金の歴史はこのマジンガーから始まったと。なので一番最初の1974年のアイテムが一番目立つところの入り口に展示してあって、そこからいろんなブランドがハイメタル R とかデラックス超合金とか超合金魂とか、正直細かいカテゴリー分けも混乱しちゃってますよね。で、今回のイベントに合わせて新たな超合金アイテムがこれね、超合金ロボ、超合金の文字が変形してロボになるっていう、これねロゴから変形する新商品ロボアイテムめっちゃ気になるんだけど、まだ詳細が発表されてなくて、まあでも1万円ぐらいなんじゃないかな。ルービックキューブの方が1万円ぐらいで、ルービックキューブをね超合金化するんですよ、ロボットに変形するやつ。未だにこれは匂わせでまだ情報を引っ張ってますね。でももう見る感じ超良さそう。で、今回気になったのがシンカリオン超合金化するのやばくない？タカラトミーさん、そんな人気 IP を渡しちゃっていいんすか？合金ロボで変形するやつが出るんだって。まだ車両状態でしか展示されてなくって、これ以上の情報解禁は街の状態なんだけど、版権元監修中でもう発売決定してると。細いよね、いつものデラックス的なアイテムからすると。ただこれがシンカリオンに変形すると。ただチェンジザワールド系じゃないですよね。で、あずきバーが置いてあって、何のことと思ったら、あずきバー超合金化するのかな。一応参考出品って感じで箱の中に超合金って書いてあって、どういうコンセプトなんだろうと思ったら、あずきバー硬いから最高への挑戦、最硬への挑戦ってことで今後出てくかもなんだけど、ルービックキューブも超合金化する時代、これはもうすでに予約が始まってて、前回見に来た時はまだルービックキューブ状態でしか置いてなかったんだけど、こうやってロボに変形するんですって。レトロフェイスがすごい、これはすでに買えますね。で、超合金のポケモン関連が2種発表になって、鉄の包みと鉄の道具が、これが超合金アイテムとして今後出るようです。どういうコンセプトでこの2匹が2体が選ばれたんだろう。奪還のロゼ見に行かなきゃね。僕コードギアスはスピンオフとか復活のルルーシュとかも一通り全部見てますので、映像作品系は奪還のロゼ超評判いいっすよね。それの主人公機体のアポロね、それ以外にも最近出たランスロットアルビオンゼロだったりとか、新機能とかいろいろ展示されておりました。ただやっぱ最新造形はね、これメタルロボット魂なんだけど、パキッとしててやっぱクオリティ高いわ。今のこの技術で新キロを出してほしいな。それかガウェインね、両方ともロボ玉気に入ってる。で、ここからがアーカイブ展示で、要はこれまで発売したいろんなアイテムが一気に見られますよと。超合金魂のいろんなマジンガーね、さまざまな種類が出てるので、僕は特に黒金と DC とあと革新が気に入ってるんだけど、まあ、革新がやっぱ一番いいかな、最新のやつだし。それが1万3000円ぐらいで買えるしね、これ。で、同シリーズの様々なキャラクターがいて、暗黒大将軍とか、これも前から展示したってさ、最終回バージョンのマジンが出てほしいんだけど、これお金かかりそうだもんね。まだ参考出品止まりで、グレートマジンガーと展示されてましたね。で、グレンダイザーはこれアニメカラーバージョンですって。今後発売する予定で、で、すでに発売済みの、まあ、超合金カラーというかがあって、スペイザーのフルセットも一緒に展示されておりました。さらにマッハ555、これも前魂ネーションとかで展示されてたかな。ボルテス5は海外人気もあるってことで、海外で新規映画とかが公開されてて、それのレガシー版モールドがパッキパキに入ってるんだけど、前に展示されてた時よりクオリティ高くなってたのと、新しくロボット魂サイズなんかも展示されておりました。今後発売するのかな。そしてとんでもないサイズのガイキング、これもめっちゃ高いんだよね。あとはスピンオフ系というか、いろんな作品の超合金アイテム、
太陽の塔の変形する合金ロボだったり、パックマンもねアニバーサリーでコラボしてましたよね。あとは新アイテムのサンドランド関連、うん、リオレウスの超合金とか僕レビューしたの覚えてます。もう10年ぐらい前ですけどね。そしてディズニー100周年の新たな合体ロボに、ドラえもん関連の SF ロボ、ハローキティとかマイメロディも合金化されてて、僕この辺持ってるっていうね。あとはこの辺もアニメ系の合金ロボですね。ダンクーガとかロム兄さん、バイカンフーね。こういうさ、コアロボ式の玩具が僕はね一番好きなんですよね。もちろん持ってます。でゴーディアン、うん、でサンライズ系エルガイムだったりとか、ダンバイン、ザブングル、ダグラムといろいろあって、今後発売するやつだよね。これは前に出たやつね、アイアンギアね、カラーのレッドショルダーの最近のハイメタル R、イデオンがあって、ゼーガペインね、アルティール、これアニメ面白かったな、もちろん僕ロボも持ってます。ザブングルなんかここ最近立体物めちゃくちゃ多い気がするな。で、勇者ロボ関連がオファイガー、あーこれ超でかいやつで、最近のやつか。で、ゴールディオンハンマー、あー超合金超竜人と、あと激竜人かなが一緒に置いてありました。この辺もすっごく大きいやつで、あとボルフォックね、その横に昔発売した小さいサイズ、アーツぐらいの勇者ロボシリーズが出てましたね。この辺はすっごい懐かしい、だいぶ前だよね。僕も一部持ってるんですけどね、今見るとかなり小型だなと。でこのようにフルセットがずらーっと展示されておりました。2010年とか13年とかだもんね、10年以上前か。もちろんマクロス系も VF1 から最新のマクロスデルタ系のものもあって、これデザイン同じ川森誠二さんだけど、この進化っぷりがねすごいっすよね。いつの時代もマクロスマジかっこいい。そして超合金ロボコーナーもきちっと単独であって、なのにまだ発売詳細情報が来てませんから。でもこの間オタファさんがコラボ企画で触ってたので、早く情報解禁してくれ。あとはマスターマインドね、おなじみのブラック系のフィギュア、あコラボのやつね。解体正気、そっか、これも超合金シリーズ扱いか。これ毎度さ、これ20万ぐらいするんだよ。だけど毎度再販しても秒速でなくなる人気っぷりよ。そしてメタルロボット魂、ロボ玉のモビルスーツ関連、ロボット魂とかメタルロボット魂とかいろいろ集めてる僕としても、やっぱねメタロボいいっすね。でゼータプラスはこれは昔発売したやつの装備違いの新しいやつなんだけど、前のモデルを買い忘れて後悔したので今回買いました。でスペック2のインパルス、あとは暁か、僕はこれ前の映画の前のやつをねスペック1系を持ってるので今回はスルーしましたが、デスティニーとかも。で福岡ガンダム関連のニューガンサザビーの超合金、うん、あとは TR シリーズね。もう TR シリーズは僕まあまあ買ってるんだけど、まあ、TR6 一番欲しかったウンドボート、この右のやつね、これが出たから、あとはこれの追加装備系を発売してくれればそれで満足かな。で次の超合金イベントはこのまま合金つながりでメタルビルドシリーズの単独イベントがあるって、それに関連してコラボアイテムが出ると。ストフリーのこれ僕持ってるけど色が多分違うんだよね。あとはデスティニー、デスティニーはね今見るとちょっと細いんで本当はスペック2出してほしいんですけどね。デュナメスのデバイズのやつね、エクシャと共にデバイズ化したメタルビルド、ソレスタルビーング4体早く揃わせてくれ。もちろん買ったんで。こっちはあれだね、1機2機の間の1機で大破した間をつなぐコンセプトのやつだよね、サーガ、デュナメスサーガ。まあ、なので展示としてはこうパーツがミックスされてる感じだったので、互換性が、要はデバイズと互換性がありますよってことなんだけど、メタルビルドも今
めちゃ高いんで、そんなバカバカ買えないんで、2万円台の頃は良かったけどね、今もう5万円近い4万円台みたいな、そんな感じになってますからね。って感じで、魂ストアで超合金50周年アニバーサリーイベントが始まっておりますので、この辺はプレ版で買えるやつかな。ただ店頭物販もかなり在庫数強化されておりましたので、見に行きがてらお買い物するのにも適してるタイミングですから、秋葉原駅行ったついでに見に行ってみましょう。以上、レオンチャンネルでした。